台東県。台東県は台湾の南東部にある県。県政府所在地は台東市。台東県は台湾の東南、東を太平洋、西を平均標高2500メートルの中央三脈を望む位置にある。面積は3515.2526キロメートルであり、台湾の全面積の9.78%を占めている。 フィリピン海プレートとユーラシアプレートの作り山作用により形成された地形は平地に乏しい、急剣な地形であり、また、サンゴ礁によって形成された海洋地形がその特徴である。台東地区が歴史資料の中で最初に確認できるのは、オランダ統治時代の1636年である。大航海時代と称された当時ポルトガル、スペイン、 オランダが新たな市場を求めて台湾に来航した。オランダは1624年、大院、現在の台南アビラにゼーランディア城、ジーランアを築城し、台湾南部への支配を開始した。1636年、老舎、現在の久し春の族長が、日南元い、現在の台東支配へ協力を、召喚員に行い、オランダは、中尉のジャンジュリアンソン。 ヤンジョリーンソンを派遣し、現地調査を実施。その後、マーテン・ウェスリン、マートン・ウェスリングを、日の元もに、長期駐留せたとの記録があり、これが現段階の資料における、対等の所見である。その後、ウェスリンが現地民によって殺害される事件が、発生する。1642年、オランダは、数度にわたり、軍を派遣した。その後、オランダは、台湾を、北部、南部、 淡水、東部に分割し、その下に地方会議、ランダを設置し、オランダの統治を受けた族長による支配体制を確立し、1655年までに東部43社がオランダの支配に置かれた。また経済面では、社制度を確立し、肝心承認を経由して原住民の鹿側の専売権を確保している。1661年に、 帝政公が台湾からオランダ勢力を駆逐すると台湾は阪神また民の基地としての性格を帯びるようになる。帝政権はその支配範囲を南部一帯に主眼を置き、東部はオランダ統治方式を踏襲し各社に土管を設置し自治を認め間接統治を実施した。当時日南元井の四十六社が支配下に置かれた。年、朝により、 台湾が平定されると、清は、は、白儀を派遣し、大久車道経理及びその下に一府三県を設置したが、台湾東部に関しては明確な統治を行えるだけの知識を得ていなかった。当初は、帝政権の統治体制を踏襲し、1696年には、日南元井など65社が入港し、大新市民としての地位を与えられ、避難王に作放ことで、 台湾東部の名義的な統治権を維持していた。清の官人が実際に東部に進出するのは1721年、朱パカの反乱に際してである。清はその残党と追部するため、台湾東部に帝をもんみをもぎ、林添作及び通訳の少佐官を、日南元御に派遣し、現地の社の協力を得て、主の残党を捉えている。過境年間になると、 台湾の人口は200万人を超え、西部平野部は開発され尽くされ、それ以降は台湾東部への進出が不可欠となった。1804年に平東小琉球の陳必ず先が、北木島、現在の緑島に上陸し、高官を建設したのが漢人による東部開拓の開始である。1820年頃になると小琉球の漁民34名が、 北木島に上陸し、中梁という集落を形成するなど、地道な入植が進められた。1860年頃になると、推定梁、現在の平東県法梁法の商人である、テ直海が、台東平野に入植し、稲作を、開始、また宝総省という拠点を築き、これが、現在の台東市の発祥となっている。その後も、サルコラン、カワラン、チボン、デポル、 旅館、理科、日南、ピーマ、サトロー、テラテラン、現在の関山鎮、聖広市沖、現在の聖光小港への入植が進み、1873年には、ダフ、現在の高尾市の間に便船が設けられた。1871年、台風にて、台湾東部に、琉球漁船が漂着し、66名が、久し春半島の八洋湾に上陸したが、 ボタン社の住民により殺害されたボタン社事件。当時琉球の総主権問題で清と対立していた日本政府が出兵する台湾出兵につながる事件である。清市側で事件の処理を担当した福建解放大臣陳茂美木は日本軍撤兵後に台湾経営に着手し、北洋大臣の李工省に対し台湾の東部地区を資源豊富な地域と報告すると同時に、 その防衛の重要性を権利、これより清氏による積極的な東部開発が進行した。1875年には、台南に設置していた南路部民離万道地遺札を日南に移し、その下に、名で荒木局、また同時に避難庁を設置し、台湾東部の直接統治に着手している。また1877年には、緑島、蘭湯を正式に、真の半島に、 編入、1884年には台湾省を新設するなど、その統治体制は台東地区に浸透していった。1895年の下関条約により、台湾が日本に割譲されると、台湾原住民による抗日活動が行われたが、1897年には、日本軍はこれを完全に平定、台湾に六県三町を設置し、台東地区には、 台東町が設けられ、その下に、日南、水尾、木、大の三弁務所が設置された。1909年には、台東町より火錬に独立した火錬工町が設置され、台東町は、現在の台東家を管轄するようになった。この時の行政区分が現在でも用いられている。日本統治時代、大東地区では、林業と農業を積極的に工業し、1904年の、 ガデン組、1九1 0年の塩水港製陶株式会社、1 9十二年の台湾製陶株式会社、1 9十九年のカレン木材株式会社等の企業が進出し、諸作、製陶、林業、商労を主とする産業が誕生している。この産業発展に合わせて1 9十四年には台湾銀行台頭志向が開設され、金融発展でも、 大きな進捗が見られた。1945年、日本の敗戦により台湾は中華民国の統治下に置かれ、台東には台東県が設置され現在に至っている。台湾の県では最も県住民の比率が高く、全体の半分は県住民である。高中、公職以下の教育機関は、株行政区域の項目を参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。